砂が目に入りやがった。風が強いからな、気をつけ。主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、火風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士打ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。あの巨大な輪っかはなんだ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ。リンウェル、おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえ、そこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか。私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの。無か。必要なら教えるぞ。私もほとんどミキウダ兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も。ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな、ミキウダは。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルってミキウダと一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れもミキウダ兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが、十分綺麗だと思うけど。そんなミキウダもさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。ミキウダをよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。なるほど。なんと。ほう、
ちょっと。え、やったぞ。あら、いいの。どうかしら。うん。の。まったく。おや。そんな。やれやれ。うん。の。何？うん。いいの。うん。うん。まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているのは、さすがと言うべきか。アルフェン、お前の服、少し匂うな。洗濯はしているのか？そういえば、しばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。あ、ありがとう。助かる。ローとリンメルも服にほつれがあるぞ。あ、そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど、先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物とスクレイ物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。精進せねばな。どこまでも真面目だな。あなたもね。人のこと言えない人たち。ひどいありさまだな。家も何もかもめちゃめちゃだ。鋭に勝つためとはいえ。
賑わってきたかな。問題ない。使えるか。
向かってくるものはしょうがないでしょ。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。猫のようにはいかないな。ちょっと牧場の様子を見ねえか。ないね。ああ、あんな廃墟見ちまった後じゃ。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ、助かる、キサラ。なんかキサラ、
なんだかんだ言いつつリオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロ、お前の服穴が開いていたのを繕っておいた。な、ああ悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというかしていないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの。面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくてもいきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。どうしたんだキサラ、微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ個性的な形のものが。それ、うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由であれみんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだ。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだが。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまり鋭にしか扱えないとはいえ放置するには大きすぎる力だ。鋭にしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、
その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。デュオハリム。それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった。それだけだ。今さら。うん、我ながら上出来だ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛えし、喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な。いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があるというんです？だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところにローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由がわかったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。リンメル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか？うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな？そんなに老けてるか？不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか？ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でもそう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。
ウルル、何かあったら呼んでね。今日もよろしくね。引いた方が身のためだ。上発上飛び飛ぶ相手は任せて。相手には困らないな。やめろ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。さすがの手際だな。蝶のように舞い、蜂のように。どういったところか舞う。決めて。ビル精霊力をアタック。凄まじい精霊力だった。バッチリ叩き込んでたよ。ウルルは隠れてて。人間の精霊術だ。来るなら来い。炎を振り返すほど火の精霊術だ。ストライク。いつつ氷飛んでいる相手なのか。フリーズローター。人間フォーラー。大精霊術様に。この水蓮よ。行くわよ。エアプレスだ。すごい威力。これほどは。この弾丸で。解毒せ。これぐらいの相手なら問題ないな。もっと腕を磨かないと。鋭にはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはないわ。
お友達がいるの？これだけ遺跡容赦しないわよ。あがくがいい。まだよ、外さないわ。上半身俺の進行だ。決めて、決めたまえ。炎よ、攻撃を引き出す。我が術で貴様の瞬足を封じよう。いや、しばらく貴様いいから早くして。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。援護お願い。動きを封じてやろう。いくらでも相手になってやる。炎よ、まっすぐに。伝説中、ウルリンガム、ウルリンガム。燃えろ。あがくがいい。王も飛び回られてはな。分かってる。ガネスの男。みんなだよ。グリル。精霊力。アタックカム。やったか。完璧だね。氷の槍よ。俺の進化だ。止める。グリルランド。やれる。こっちの番だ。やれるわ。動かない。魔人剣ストーガー。決めて。グリル。ジェネシック。これはいいものだ。釣り場ではないか。この辺はやけに大物が多い。水場もあるし、餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。力の差は歴然だというの。
すがすがしいまでの余裕ぶりね。君もあくびをしていただろう。そんなわけないでしょ。ほろろこれぐらいの相手なら問題ないな。してたのはお前だろ。吹きさぶミハグサールは曇り空。キサラ、これは死だそうだ。気にするな。
手並み拝見といこう。行くわよ。報酬違うぜ。悪く剣取りからだ。ケラリミーレ。ナンク剣。ユーテンリ。報酬に。任せたまえ。絡めとる。空を飛ぶやつか。私なら落ちる。攻め。わかった。報酬違うぜ。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。なんで。この足、私が絡めとろう。これは自由だ。君からは目を離さない。面倒くさい。まあ、フリーズランカーだ。エメル。今だよ。決めたまえ。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。特訓の成果が出たぜ。ほろほろろほろろほろほろろ。くる。森もにぎわってきたかな。ありがとうございます。
出直すべきかもしれない。感じるぞ、古代の波動を。私は感じない。張り合うなって。プレイステーション。